はい、どうもキュンです。肉キュンチャンネル名物の、まあ、ガチャ攻略ね、今回もリクエスト多数あったんでやっていきたいと思うんですけどね。ダイヤがね831個しかないと、超フェスなんでさすがに、ね、一発で出せる自信はねあまりないんですけれど、まあ、ちょっとこの831個でなんとかしようかなという感じでね引いていきたいと思います。で早速ね攻略していくんですけれど、どうやってやるかというと、まあ、このキャラ詳細からね、はい、この画面出して、あどうせまた肉キュンパイパイ触るんだろうとか撫でるんだろうとか思ったそこのあなた、三流ですね。ヤマトそんなことで出ません。ヤマトおでんになりたい人なので、男に憧れておると、だから一物にも憧れとるということではい、そうですね。だからその女の要素を触ってもしゃあないわけで、それはヤマトのコンプレックスになるんで。でこの神獣ヤマトって立派な角があるじゃないですか。だからこれをね、はい、これをしっかりしてあげましょう。はい、でこれ左と右ね、まあどっちか慣れることでね2分1になります。2分1になるので、まあ当たる確率は分かるんじゃない、気持ちを込めてねちゃんと、キュンさん今左の方にかけてます。左の一物にかけてるんで、この一物しっかりねやった後、まあ、ちょっと引いていくんですけれど、まあ、2分1です。これで出なかったらダメな方の 50% を引いたと思ってください。はい、おわこれ来たんじゃない。いや金箱なかなか出んからね、正面の方やべ、来たんじゃない嘘やべ、2分1引いちゃった。うわー遊園地こん、ちょっとこれ金引きやったらガチやばい。なんでやねん、うっぜ。いやーこれな、超フェスガシャのうざいあるあるだよね。なんか最後の最後白い、はい、アタッカー来たよ。あ来ちゃうね、来ちゃわないね、何お前。じゃあここで一回あえて何もしず引いてみたいと思います。多分すっげえカスな結果になると思うよ。はい、いいですね。0点、1点、絶対カスだって。これね、撫でるか撫でない、ほら全然違うっしょ。そういうことなのよ。だこれね言うん、地味にちょっと点稼いでくんなよ。ここでめちゃくちゃカスでしたね。カスりもしなかったね。ということでちゃんと意味はあるということでね、はい、こんなんやっても意味ねえわしょうもなとかね思うやついると思うけど、まあ本当にね、信じるか信じないかその人次第だけどね。はい、じゃあ次ちょっと右の方いきます。右の方の2分1にかけていきたいなと。ヤマトが喜ぶね、なんだろう、ちょっと顔不愛想だからツンデレさんなのかな、うん、なんか実は喜んでるみたいなね、そんな感じを感じ取ったらいいかなと思います。ちょっと自分で何言ってるか分かんないですけど、まあこの段階で2分1まで持ってってるんでね。あいっすね、味方います。アナルだね、うん、ああいいねいいね、金まだある、まだある。あいシャボン玉がプカプカ飛んで、アナルだね、ははは、しょうもな。ダイヤなくなるの早っ。マジええ加減出ろって、ディフェンダーはいらんて。はあ、よろしくお頼み申します。フカヒレにすんぞこの野郎。ねえねえヤマトさん、話が違うじゃないのね。君さ、すんなり出てくんないと。ねえおら早く出ろよ、おら上ぐるぐる回しろ、お前目回っただろ。なんやその反抗的な顔。おい、しかもお前アタッカーなんやろ。キュンさんが使いこなしちゃるて完璧に。だからすんなり出ろ。お前マジカスだな。お前ダイヤ全部使わせたら課金すると思ってるでしょ。ねえ、うらヤマト、これが俺がお前の愛だ。こらくる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 。ちょ、お前今出ればまだ間に合うから、ああちょっと頼むよ本当に。もう天井とかマジでやめてね、やめてない、せめて金箱出てよ、お願い。金がだ、おきょうまあまあまあ、さすがにチケット使ってるからね、出てくれるよね。はい、ここで金引き、キャバン、お金引きじゃん。あマジで、あ来ちゃう、誰、あーアタッカー来た。んでお前ざけんなよ、お前チケットで銀ってなんやねん、お前ボケこら。あ、待った、これまあ20点のやつか。早とちりしちゃいましたね。
はい、どうなってます本当に。ねえ、キャロットなめとんのか、お前耳引きちぎんぞこの野郎。お前のおつむワンダーランド。あ、でもキュンさんの計算間違えてなければまだいったやるはず。じゃ最後に来るパターンね。なるほどね、ここで挟んどいてからの、ウサギ挟んどいてからの神獣ヤマト来たんじゃん。これ来た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 、違う、デブお前じゃない。でも今年に入って課金額えぐいってマジで。いや、まあサービスチケットの方で出ればね、あの課金をここまでに止めることはできるんで、ちょっと本当頼むってヤマト。もうなんか攻略とか関係ない、ただの爆死動画になっとるけどなこれな。はい、金箱からの金が、オッケー、ここの金、金がマジででかいんよな。シャボン玉プカプカと飛んでませんね。なんでだろうね。ねえ。はい、金木、金キラ、金キング、なんで白ひげやねん。いるか。なんかこれやってるとさ、金銭感覚マジで狂うよね。いや、毎朝フェス課金するたびこれ思ってるわ。5600円。これ、ボタンタップで簡単に課金できてしまってるけど。どんだけ大変やと思う、5600円稼ぐのに。君さ、高校生の頃やったら丸一日働いてこれよりちょっともらえるぐらいやったぞ。君さ、さまざまなカフェでバイトしてきたけれど、バイトなしどうでもええわ。マジし、くそうぜー。うん、どうせ出ねえんでしょこれでも。ああ知ってる知ってる、あ知ってる知ってる、あ出ないね出ないね、あ満ちんじゃうね。ディフェンダーいらねえんだよ、使われんだよディフェンダー、もともと。あー3枚目いくか。まだ、はい、アタッカー来ました。そろそろ来てくれるかな。うん、誰お前、誰、いらん。まあこのようにね、まあお金を上に貢ぐことによってね、はい、出ますから、あの出ますからというか回るから、ゲームが無課金税で楽しんでる人もいると思うけどさ、課金してなんぼだからね。またディフェンダー、ハイフババアてめえ、こらもうガチディフェンダーいらんって、キモいて。どうせ出ねえんだろ、知ってんだよ。5600円ごとに得るものがひたすらコーラと思ったけど、あ、意外と100じゃなかったんだね、キザル。確定まで来ちゃったね。ああ、ここぞとばかりに金箱出てさ、な、ジョギングが似合うな、ジンベエお前、ほんとに。な、あとでフカヒレにしちゃっかな、絶対おめえ。はい、ここで、いらない金引け。はい、アタッカー。スネークマンじゃないんだね。見せてほしかったな、スネークマン。あはは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 は